なる前に教えてやろう。タオを高める修行は5つある。動因、体側、手術、終点。そして、最も重要な防虫術。防虫術は相手が必要な修行。陰陽の循環、光合だからだ。光合って何？平たく言えば成功のことです。何？やるのが修行だと？バカバカしい。これは崇高な修行だ。万物は陰と陽の気、どちらかを必ず持つ。この二極を循環させるほどタオは増していく。動因体側などで身体を整え、二者の陰陽を結合し循環させる。これが防虫術。そうして高められたタオは世の断りを変えるほどの力を持つという。これを極めた者が我らが師、すなわち天仙様だ。天仙様は防虫術に加え、ご自身でも陰陽の循環が可能な超越的存在。陰と陽の循環を繰り返し転換してタオを高め、最上のタオを実現するために千年もの間修行に励んでおられるのだ。陰陽は性別として現れる。天仙様の場合